皆様こんにちは。尾瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、えーと3月の20日に西洋占星術的に言うと元旦を迎えるんですね。これは宇宙元旦と最近言われております。それぐらい大きな流れが変わる時です。そして、今日はヤギさんの皆様に3択でえっ、ー、と厳密に言うと、3月の21日から。 まあ9月の末までの流れを見ていく内容です <laughs> 内容ですはいそして見ていくのが、まあ、この半年のテーマ全体の流れ仕事運金運恋愛運アドバイスそして月々の流れ4月から9月までそしてこの半年でギ座の皆様にとってご縁のある生産の人 ということで見ていきたいと思います。かなりボリュームたくさんです。はいえー、と今回はね、太陽星座ということで見ているんですけれども、まあ、人によっては月星座。月星座って何って言われるとですね、あの例えば、えーと、そうだな、あの12月の まあ30日生まれのヤギ座の方がいらっしゃるとする1月1日生まれのヤギ座の方がいらっしゃるとする2人ともヤギ座なんだけれども月は人によっては水がめ座かもしれない人によっては魚座かもしれないっていう23日に月が移動するので案外こう内面精神面という本,本質ですね それれれが現ててると言われてますなのでご自分の月星座を見て調べてみてそれで月星座のこのリーディングっていうのを見ていただいてもまたそれはそれでピンときたり楽しかったりするかもしれません。はいじゃあ今日選んでいただきたいのは3択のボトルご用意しております。 あの好きな色を選んでいただいてもいいですし今なんかピンとくる色を選んでいただいても大丈夫ですグリーンのソルトさんピンクのソルトさんそして白のソルトさんとなっておりますさあいかがでしょうかじゃあ早速グリーンのソルトさんから見ていきましょうねカードはねあの出してるものとこれから 新たに引いていくものとということでえーとねうん出しておりますじゃあまずははいグリーンのソルトさんからねうん見ていきましょうねじゃあはいじゃあこれがねなんか全体のテーマそして全体うん 仕事運、金運、恋愛運、アドバイスという風に出してます。じゃあ開いていきましょうね。直感力をね、大切にするから、まあ、内容は全く知らないです。<laughs> カードを引いただけみたいな、じゃあ見てみます。おはい、まずね、グリーンのあのソルトさん。テーマがね、ファインディングですよ。ほう なんかすごいキラキラ明るいですね。自分のこう幸せとかなんかこう心なんかすごくハッピーそうに見えるな。うんなんか幸せが包み込んでいるような明るい光が見えますね。うん、この半年の流れ。うん、まずこれ、うん、出てます。お素敵なカードなんじゃないでしょうか。ということでじゃあね はい、どんどんカードをじゃあ開いていきましょうこれがね全体の流れはい審判のリバースと運命の和のリバースおーそっかまずはこれがねえっ、ー、とねこの半年ではもしかしたら白黒つけるとかね決着をつけるっていうことがなかなかできない流れになるかもしれないっていうことかな。 うん、もしかすると。であとこう再会とかこうそういうのもあのこう人によってはこうなんかこうゆっくりというかスローペースで進むっていう可能性はあるのかなあとはこう例えば離婚したい人っていうのはもしかするとなんかね少しこうズルズルズルっていう感じになっちゃったりとか。 そういうい感じがするかななんかね時間の流れがすごくスローに思えてしまうっていうこのね半年にもしかしたらなるかもしれない OK じゃあこれがね仕事の流れはどうかな蛇山おこれはねはい皆さんのカードです女性も男性もねこれはね、うん、グリーンのソルトさんのことなんだけどこれ仕事です おー仕事ねこれちょっとね正直てしんどいですねこれねそっかヤギ座さんはね、まあ、確かに去年2020年ってすっごく大きな天気だったと思うんですよあのしんどい方正直多かったと思いますうんーそうだなもしかしたら仕事面では少し引き続きって感じがするのかなこうライバルがいるとか物事がねこうなかなかこう進む まなななかかっったりっていう感じになるのかなでもきっとねヤギ座さんのこの力持ってるポテンシャルっていうのはすごく強いからなんかねきっとこの山この山もね乗り越えれるんじゃないかなって気がするうんケー、OK。そっかそっかそっか金運どうでしょうねはいこれ金運ですうんスタンドスティール リーダーシップ、トゥルース、なるほど。うん。そうだな。えっ、ー、とね、お金ですね。入ってくるといえば、これ入ってくるような気はするんだけれども。うん。なんていうのかな。えっ、ー、とね、これイメージなんだけど、お金をこう、 追いかける。うーん、追いかける。なんかこう、なんかね、お金は手に入れそう、入れれそうなんですよ。この半年っていうのが。でも、なんかね、心が寂しいっていう感じがするのかな。なんかね、こうお金にもしかしたら好かれてないのみたいな。なんかすごい不思議な今私言葉を言ってるんだけど、なんかこう、そういうこう、寂しさお金は入ってくるんだけど、なんかね、孤独感とかがあるような気がするんだよね。 これね、きっと、お金をとどめるじゃなくって、こう幸せに使う。そうするとね、こう、なんていうのかな。心のわだかまりが随分楽になっていくんじゃないかなって気はします。うん、入ってくるのはね、入ってくると思うんだけどな。了解。はい、これ、恋愛のカード。4枚カード出ました。引いていきます。for,、oh, keep on mind. <laughs> はいえっとねこれは私がまず今思ったのが音信不通のあの人。ねもしかしたらこれは連絡が取れていくんじゃないかなとか頑張ってきたことが身になるのかなって感じがねまず感じました。 まず感じたでねえっ、ー、と恋愛中の人はいやいいんじゃないかな着実に進んでいきそうって出てるしで出会いを求めてる人はこれはなんか友達からとかね紹介うんまあアプリとかもねあるかもしれないんだけどなんかこう,こうこの人いい人かもみたいな感じでね なんか職場の人とか学校の人とかこうそういう身近なところからなんか広がっていくような気がするんですよねで結果的にはフィーリング合うのかなとかでこの人とずっと一緒にいたいみたいなそんな感じになっていくのかなって感じで恋愛中の人もねもちろんいい,い,いですね、うん、着実に進んでいきそうって感じかな、うん、あとは複雑な恋愛をしている人 うん、悪くないですよ。うんうんうん。うん、なんかこう、あの人もなんか愛してくれてるっていう気持ちを感じることができるんじゃないかなって思いました。でね、先にアドバイス見てみますね。アドバイスもすごいいっぱい出たね。<laughs> 見てみましょう。はい、メディケーションと、ね、のったライタイムと、はい、ビッグハッピー、ドンストップ。 オフィマスだね、レトゴーあなんかこうう,ーん,うーんとねはいこれがねはい天使様からの、まあ、この半年のアドバイスということでうん出てるんだけど今何か頑張ってらっしゃることがあるのかな グリーンのソルトさんがこれがね恋愛仕事勉強あのこうな何に対してもいいと思うんですけれどもそれをねやめないで <laughs> やっぱ出てますねうん出てる出てるなんかこう物事がなかなか進まないもうなんか諦めようかなとかそう思う気持ちがもしかしたらあるかもしれないんだけどこれ多分後でねカードで出てると出てくると思うんですけれども。 まあこのねねーマですよ、ね、数ヶ月だからこの,この、ね、数ヶ月は少なくとも頑張ってみてみたいなそうするとねきっとあのグリーンのソルトさんにとっての何かの答えがね出てくると思うそしてこっからむっちゃくちゃ大きい変化っていうのがあるから今はとにかく頑張ってみること。 うん、それをね見えないかもしれないなかなか結果が伴わないかもしれないでもやめないこと頑張り続けることそれをね天使さんもおすすめしてるうんおすすめしてるねであとねこう健康面とかこれ精神面も含めてなんだけどなんかねそ,にそれに留意というカードが出ているのでうーんああ瞑想朝日富士山 なんかそういうメッセージが今降りてきました。朝日を浴びること。うん、すごく良さそうです、うん。よかったらね、こう、そういう生活、うん、取り入れながら、ながら、ね、今頑張っていること、決して諦めないでっていうのが、これがね、うん、なんかね、はい、とてもとても力強い天使様からのメッセージのような気がします。ということで、はい、じゃあね、 4月からの流れ見てみましょうねはーいヤギ座さんのグリーンのソルトさんねはいじゃあね4月本5月木6月顔モケ7月タワー8月には 6月魚おさあこれはなんか勉強を表してるのか資格取得を表してるのか秘密の恋を表してるのかさあ何だろうねちょっとまだねカードをねいっぱい出していくのではい少しお待ちくださいおグローバーおなんか5月楽しみだねあ6月なんかちょっとショックなこととかありそうだな7月 シーゴール、七月お金体調面要注意。で、二はと、素敵なカードが出たね、魚とハード。はい、じゃあね、あと一枚ずつ出していくので、少しお待ちくださいね。ほう、あ、なんか四月、先生とか。 会社の上司とかなんかねそういう人に恋しそうとかね片思いしそうとか人によっては秘密の恋が始まる人もいるかもしれないなんかね片思いとかね秘密の恋愛が始まる人もいるかもしれないで5月がうんうんうん恋愛がうまくいくんだけど OK ちょっと待ってね ちょっとここが気になるね C67 が気になりますね、うん、8月むっちゃくちゃいい9月もいいですねということではい OK ですはいカードがねようやく出揃いましたので、うん、これの見方なんですけどこのね3列で1ヶ月と見るのでここ4月です で今まず見てむっちゃくちゃいいなと思うのがむっちゃくちゃいいと思うのがこのね8月9月なんですよ。これも何があるのっていうぐらいむっちゃくちゃいい。どういいかっていうとねう理想の人に出会うとか恋愛がどんどん発展するとかあの人との関係が良くなるとか。 音信不通のあの人に連絡取れるとか仕事でもねこうどんどんあのファンが増えるとかあのネットワークがどんどん開,開かれていくなんか自分の理想とする仕事を 出会えるとか合格発表もらえるとかねいやむちゃくちゃいいんですよこれがね8月ですむちゃくちゃいいですもうなんか積極的にこうこうみたいな感じですねで9月がねこれなんか恋愛の成就とかなんかおっきなお金が例えば入ってくるとかあとね赤ちゃんの可能性もあると思うんですよね赤ちゃんっていう意味では8月9月がすっごい良さそうですね で、ここがねまず大吉8月9月でえっ、ー、とねこの4月がこれがねこう秘密の恋っぽいんだよね先生とかね上司とかなんかねこう,こ,うこれがねあの悪いことではないんですよね悪いことではないんだけど4月はなんかね恋の始まりとかそういう感じでその <laughs> 秘密の恋かもししれないいけど楽しいって出て出るんですでもね5月になると例えばね例えばこの,この4月の人とお付き合いとか仲良くなってきたとすると5月はね幸せなんだけど不安とか泣いちゃうとか。 この恋、あれこれからどうなるのかなっていう、こう、不安がすごく高まっていくって出てるから、なんかね、4、5ってそういう流れっぽい気がするんですね。で、一番気になるの、これね、6月ですね、缶おけと窯、手紙のカードが出てるから、すっごくこう、ショッキングなニュースが入ってきたりとか、なんかね、突然、なんか、まあ、例えばなんだけど、 その仕事面の例えばリストラとかねこうなんかこういろんなものがこう会社の何かがすごく変わったりとかどっかの視点が例えばなくなったりとかこうそういうあの仕事恋愛両方かななんかすごく大きなショッキングなこう出来事とかニュースが入ってくるかもしれないと思うのが6月で7月がねこれ健康面お金 それが少しマイナスって出てるからなんとなくねこのね6月の流れを引きずりそうな気がするんですよでももう一回言うんだけど7月からすっごくいいむっちゃくちゃいいですなんかね世界がガラッて変わるそれぐらいいいよって出てるのでこのね7 あこの皆さん 4, 5, 6, 8月、ですね失礼ししまた9月はむちゃくちゃいいよっていう流れが出てるんですよね。で今さっきのカードをこう見ていると、まあ、このテーマがファインディングやっぱりグリーンのソルトさんが何かを見つける。 ね、仕事なのかな恋愛なのかなって気がするんだけどねでなんかねもしかするとなんかこううまくいかないなって思うような出来事が特にねこの67あたりなんかこう思うことが多いかもしれないでも今さっきカードに出てましたよねこの「ウィねフ e w マンスこの「フューマンスっていうのはここだねここ。 6 7 8月ここのね「フューマン n は私8月まではいろんなことを頑張って続けていただきたいなとそうすると道がねむっちゃくちゃ開かれる、うん、なんかねこの辺り特にね5月とかね567ってなんかこうくじけそうになりそうなんだけどここで諦めないでーって感じかな。 うん、それが出てますよきっとねこのね最初の数ヶ月なんだよね辛いのはきっとその後はあそっかーって私僕はこれに出会うためにこういう出来事があったんだみたいなそういう流れになりそうな気がするということではいじゃあヤギぎさんのグリーンのソルトさんにねご縁のある星座の人ふ星座 見ていきたいと思いますはい、じゃあこの二星座見ていきますねはい、えっ、ー、とねはい、これはまずね、お牛座さんですねお牛座さんと、これお羊座さんお牛座とお羊座の方に ヤギ座さんこの、ね、半年ご縁があるよとか助けてくれるよっていうのが、ね、出ています。う流れってねそうだなもう少しなんかお伝えできることあるかな、うん、あとはうこう復縁そうね復縁望む人もここのねここの流れがすごい良さそうなんだけど4月4月の上旬も 一本連絡を入れてみてみいいかなと思うまだねすぐ返信がなかなか来なかったりとかするかもしれないんだけど、うん、この上旬の連絡も決して悪くはないかなって気がしますなんかあのこう友達っぽいノリで連絡を入れてみるのがおすすめかなっていうことではいこれがねグリーンのソルトさんです。 このフューマンスっていうのはねなんかこうちょっとねこの4ヶ月時期が空いたんだけれどもそれからの流れがものすごく良くなるのでなんかねぜひ頑張っていただきたいなと思いましたはいこれがグリーンのソルトさんですよかったら参考にしてみてくださいなんかね素敵なカードもいっぱい出たのでね頑張ってみてくださいね はいじゃあ次はねピンクのソルトさん見てみましょうはいこれがねピンクのソルトさんのカードですはいえっとね直感力を大切にしたいからもうねどんなカードが出てるか全く知りません <laughs> もうなんかカードをねシャッフルしただけみたいな感じでじゃあまずはピンクのソルトさんのこの半年のテーマ見てみましょう あそっかなんかね憂鬱な気分になったりとかこう落ち込みがちになりやすかったりするのかなでもねあのピンクのソルトさん見てこのね蝶々の向こうにはむっちゃくちゃ光輝いてますよねでもねこのお二人ってね下を向いてるからこの光が見えてないのきっと ピンクのソルトさんにとっては明るい未来があるかもしれないよね下じゃなくて上を向いていこうねっていうそういうメッセージなのかなうんじゃあカード開いていきますこれまず全体すごいじゃないですか力ですよお力と戦車それも両方聖地みたいなこれすごいね力と戦車の聖地いやーこれ頑張れるね 全く持って頑張れますえっ、ー、とね6月8月良さそうだけどな流れうんあのね、まあ、このねなんで6月って言ったかっていうと戦車ってカニ座なんですよねだから、まあ、6月7月、まあ、ここに7ってあるしね67そして力っていうと獅子座を表すんですよもうズバリ8月だからね678の流れこれすごくいいんじゃないかなで これはね、仕事音です。はい、見てみましょう。星。怒り。<laughs> おおいいですね。これね、自営業されてる方、むっちゃくちゃいいですよ。むっちゃくちゃいい。もうなんか安定してます。もうなんか事業は伸びます、みたいな感じで。あとは、ね、もしかしたらこの半期も、あの、在宅、ね、とかテレワーク。 の人とかか増えるかもしれないんだけど家でのお仕事かなりこれはかどるとかそういう感じですね家の環境が整うとかね仕事がしやすくなるでほんとね地営の人むちゃくちゃいいですよお客さん増えるうんと出てますこれ金運ですはい、金運はどうかなもうブれちゃう。はいおいいですね、うん、すごいね <laughs> あなんかやっぱ人がね、なんかどんどん集まってきそうなんですよね。いやー、この金運いいでしょう。うん。これは、いや、かなりもう黒字になるんじゃないでしょうか。どんどん入ってくるね、お金が。<laughs> いや、これはもう、もう大丈夫です。もう、むちゃくちゃいいです。むちゃくちゃいい。うんむちゃくちゃいいですね。で、これがね、恋愛運なんだよね。恋愛運3枚。はい、じゃあ見てみます。 わお素敵なカード出ましたね。うんはいなんかねこれまず恋愛中の人にかな何かこう二人の間でとってもねお二人はラブラブだと思うんですよ。でもお二人の間で何か問題が今現在あるのかこれからの半年で出てくるのかわからないんだけどきちんと問題は 解決できるよと。なんかもう愛し合う二人に何も怖いものはないみたいな。そんな感じがしますね。で、復縁。<laughs> 望む人。うん。もしかしたらあの人とまたこういうね、熱い関係になれる可能性あるんじゃないかな。うん、片思いの人も,もちろん同様。出会いを求めてる人も。うん。 なんかポジティブになれそうだなっていう感じがする特に今なんかね <laughs> 失礼しましまた特に今思ったのが、まあ、恋愛中の人あとはこう複雑な恋愛の人とかは特にこうね問題がなくなるよっていう、ね、解決できるよっていうメッセージがなんかねすごく強いのかなって感じですということでこれアドバイス。 さあ何枚出てるんだって感じなんだけどいやーすごいですねほら見てロマンスにすごいねびっくりマークのイエスにサクセスにコンプロマイズ It's up to you はいこれね表と裏が一緒のカード直感力を表すカード ちょっと咳が出ますねねごめんなさい、ね、もうなんかこの半年を特になんか言ってるの恋愛のことなのかななんかね主導権って言えばいいのかな決めるのはあのピンクのソルトさんっぽいんですよね。である意味 幸せ,と幸せかどうか決めるのもピンクのソルトさんって気がする、まあ、ここのカードから見てもねもしかすると例えばですよ今ピンクのソルトさんが辛い恋愛をしているとするでも辛い恋愛かもしれないけどあの人はピンクのソルトさんのことを愛してくれてるんですよねでピンクのソルトさんがそれに気づくかどうかっていうのはこのね 上を向けるかかどううだと思うんですよね向こうにこれだけ輝く光があるでここに「もアップトゥーユー」で出てるようにピンクのソルトさんがあの人の本当の気持ちに気づくかどうかみたいなそれによってピンクのソルトさんが幸せかどうかっていうことになんかね気づく気づくというかなるよねとで見てくださいこのロマンスお互い愛し合ってるよって。 ね、そしてこのびっくりマークのイエスもね出てるよって感じですっごいこれ天使様応援してくれてますよむっちゃくちゃ応援してくれてるうんなんかこう全部ね恋愛だけじゃなくてね恋愛もなんだけどうまくいくってすっごい応援してくれてる応援してくれてるということでじゃあ月々の流れ見てみましょうね4月からのね流れを じゃあ今からねちょっとカードをかなり出していくので少し待ってくださいねはいじゃあまず4月あの人のカードが出ましたね今見ていただいている皆様男性も女性もあの人のカードはい月素敵なカードクローバー いいですね。うん、はいここで無地が出ました。で山ユリ四五六七八九はいちょっとカードをまた出していきまーす。おすごいねこれ見てくださいね男性と女性のカードが揃ったよ四月。 はい、そしてこれでリングあらいい感じここでフォックスねはいはいここで顔を消うんうんうんあら山と星で子供とゆりなるほどあとね1枚ずつカードを出していくのでお待ちください。 なんですけれどもこれね3枚1セットここが4月5月6月っていうふうな感じで9月まで今出しましたえっ、ー、とね4月これすごくないって感じなんだけど男性と女性のカードと道なんかこれ運命の人に出会うとかそんな感じすごいよねほらうーん なんかソウルメイトに出会うのかなーみたいなようやくあの人に出会うのかなーとかねあと「復縁」「望む人」ってかまか出会いとかもそうですよねもうなんかすごいよこれって感じででねほらここに「金星」「火星の、ね」「ね恋愛のカード」って感じが出てるからね お、これは4月。何がこれあるんじゃないですかなんかこう、すっごくこう、運命的な出来事が4月あるんじゃないでしょうか。でね、はい、5月がね、月とリングと蛇が出てるね。で、ここだけだったらよかったんだけど、恋愛がね、すごくこう、幸せにこう、動いていく、出ててるんだけど、影で、 あの人のことを狙うライバルがいるかもしれないねっていうのが5月。うん。でね、6月もすっごく素敵なカードが出てるんですよ。クローバー、ハート。で、これもね、ちょっとライバル的な存在表すんだけど、ヘビよりはまだいいと思う。で、これがね、職場の恋愛とか、 アルバイト先とかそういうところでなんかこうねすごくこうルンルンってできるような出会い心躍るような出会いっていうのもあるんじゃないかなって感じします。で人によってはねこのなんかね異性の影に少し気をつけてねっていうのが56なんだけどあーでもなんか。 ライバルにね、なんかこうね、負けたくないですしね、二人は愛し合ってると思うからで、この人が入る隙間はないと思うんだけどね、でも少し要注意とは出てる。<laughs> ごめんなさい。うん、で、ね、7月。まあね、とってもなんかね、幸せそうな感じ出てるので、 まあこれは仕事上の出会いっていうことも考えていいのかなでね気になるのがねここなんですよ7月喧嘩口論っていうところから突然離れるとかねなんかね別れとかねそういうカードが出てるので7月は感情的になったりとかしないようにあとは仕事とかね勉強とか頑張りすぎて 心に余裕がなくなってイライラしてしまうかも。あの人に当たってしまうかも。っていうところ、これね、気をつけといてくださいね。うん、これは本当気をつけておいてほしいな。で、8月が、なんかね、物事がね、ちょっと停滞中で出てる。で、あの人のことを、なんかね、こう、とてもこう、切なく思うようなね。この、よいしょ、猫ちゃんが、 なんかね猫ちゃんが、ね、遠く星を見ながらあの人のことを思うみたいなねそういう感じがねもしかしたら出るかもしれないでもこれはね,、うん、あのね7月ここの流れさえ変わったらこの8月のこのね寂しいなって思う流れ 未来も変わっってていいくんじゃないかなか気がしますだからとにかく7月感情的にならないでねって感じで8月はねいやいやあごめんなさい9月か9月これとってもいいんですよ、うん、まずねうん赤ちゃん望む人赤ちゃん望んでる人は私はねここのね4月と9月だね 9月可能性あるのかなーって感じがします。なんかね、赤ちゃんがすごくこう来てくれやすいような、そういう感じ。で、恋愛においても、この9月っていうのが、2人がまた再びこうやり直すことができるとか、2人の関係がこう強固になっていくとか、あとお仕事も、うん、あの、 感性を生かすような仕事、うん、そういうこととかも考えられるのかなって感じがする、うん、なんかね今そうですねなんかこう恋愛のことを多く言ったんだけどこう気をつけてねって言ったのは恋愛以外のことでもなんかね少し気をつけてた方がいいかもしれないっていう意味ではポジティブな月は4月 月 <laughs> 4 9だねであとはまあ吉そうね吉吉吉は4個の6月かな蛇がこれねなかったらよかったんですけどね6月あと気になるのがうん、何回も言うんですけど7月うん、これが一番気になるなっていう感じでじゃあ今から はい、山羊座さんにとってこのね半年間でラッキーな星座の人ということで、じゃあ見ていきたいと思います。あの二星座出していきましょう。はい。えっ、ー、とこれははいジェミニー双子座さん。そしてこれは魚座さんですね。はい。 ヤギ、ね、座さんにとって、うん、この半年間でご縁がある星座は双子座うんなんかねあのもう一回言うんですけれども下を向かなくて全然大丈夫素敵なカードがいっぱい出たからただ気をつけてねっていうところはあったんだけれども。 気をつけることによってまた未来は変わっていくんじゃないかなって感じ、ね、この「イエス」っていうカードとかねこの「ロマンス」っていうカードとかもう出てるしまあ金運とかもすごくいいしっていうことできっとなんかね素敵な6ヶ月になっていくんじゃないかなっていう感じがいたしましたはいこれがピンクのソルトさんの流れです はいよかったら参考にしてみてくださいね、頑張ってみてくださいねはいじゃあ次は白のソルトさんですはいじゃあねこれだけカードを出してますはい私はインスピレーション大切にしたいのでカードを全く何が出てるのか 知らないんだけど,ど <laughs> じ,ゃあじゃあまず先にこの半年間のテーマ見てみますさあ何がエンパワーメントか案外このカード出るなうあのこれなんか支配力があるとか力があるとか権限があるっていう意味なんですよね。あだから白のソルトさんが例えば会社の中で出世するとか。 うまあ、それがね、すごくなんか影響力がある。インフルエンサーとかね。うん、こうそれに、なれるのか、なるのか、目指すのかっていう感じでおう、まずそういうカードが出てる。なるほど。はい。で、これが全体の流れが、あ、ラバーズのリバースと、うスターですね。ああこれが全体運。うん うん、なんかまず願いが叶うって出てるんですよね。で願いが叶うんだけどもしかすると恋愛ではなんかこう三角関係とかうーんなんか選べなかったりとかなんか人によってはねモテすぎて困るとかねそういう人もいるかもしれないな。うん、でもうん でもなんか強運がついているようなねそんな気がまずするな <laughs> はいこれがねえー、と仕事運ですお仕事運ハートが出てるおあの人のカードだ仕事であの人のカードでおっとここでネズミフンフと庭 はいこれね仕事で見てるんだけど恋愛のカードがね出ましたねはーいえっ、ー、とね職場恋愛をする人がいるのかなとかねアルバイト先に恋する人がいるっていう可能性もあるのかなでなんかねうまくいくかもしれないけれども不安要素もあるとかあの身近な例えばこう 例えばこう友達と同じ人を例えば気に入っちゃったとかねそういうことも考えられるのかなって感じああでもなんかこれ職場ですねまあ取引先っていうことも考えられるんだけどそこで今回なんか恋に落ちるっていうことも考えられる出会いありますねあるし仕事仕事仕事 なんかこうあんまり仕事がこう身に入らないのかなどっちかっていうとそうねでもなんか仕事も強そうな気がするんだけどちょっとこう恋愛体質な部分がもしかしたらあるのかなちょっと他のカード見てみますねこれね金運なんですよお金 i、はいカード4枚出てますおニュービービニスとお ハッピネスで「しょでボヤージュと、ね」と「ねフォーカス」おおこれ金運いいですね。もしかすると旅行とかそういうところにお金を使ってしまうかもしれないんだけど自分の趣味とか、えー、とそういう感じの副業でもなんか新しいこういわゆる収入源を得れるとかね うん、こう楽しみながら仕事ができるあなんかアーティストっぽい人だねうん好きな仕事で稼げるって一番幸せですよねそんな気がするでこれ恋愛運ねはい3枚ケミストリーおおあなんか輝いてるな白のソルトさんがねああすごい魅力的ですよこの魅力に惹かれるのは きっとね一人だけじゃないと思うなうんいやモテるんじゃないでしょうか、うん、特にこの半年で運命の人とも出会いそうだよねうん動きもしかしたらスローなのかもしれないんだけど人をすごい引きつけるって出ていて復縁を望んでる人とかこれね あの白のソルトさんが仕事とか勉強とか頑張った分だけ復縁が叶いやすくなるとかあこれ出会いもそうですあのそれがねすごく出ていますよ、うん、不思議ですよねなんか自分磨きとかよりも仕事うんアルバイトとかねそれを頑張った方が恋愛運って上がるんですよもうそれがすごく出てる了解 で、あとは、これね、アドバイス。はい、すごいいっぱい出てる。<laughs> はい、見てみましょう。イエス、はい。オプチュニティ、はい。<laughs> <laughs> オールク o ーサインと今から1年以内と出てますね。ゲットマイ i n f メーション i o あと、なんかね、状況、はい。うんうん。なんかね、 うん、白のソルトさんすっごいこう可能性がむっちゃくちゃある人ですね、うん。やっぱ感性が豊かな人って出ていてやりたいことに向かってもうこれはもう道開ける,開けるよ、ね、自分の道がどんどん開いていけるしこのね開いていた道っていうのが私今回半年間で見てるんですけれどもなんか来年の今頃には。 なんかねね花が開いてててるって出てますよ、ね、これが恋愛仕事両方だと思いますよもしかするとあのもう少し下調べしな,かしないといけなかったりとかすることあるかもしれないけど天使様はもう本当にもうそのままで大丈夫よみたいな感じでなんかこう背中を押してくれてるような。 もうそんな感じがするからこれはかなり素敵な流れになっていくんじゃないかなと思います。ということではいじゃあね、はい、これで今からカードをまた目指していくんだけど4月から9月までの流れ見ていきましょうね。 え、じゃあまずは4月鳥5月ライダー6月タワー7月フォックス8月家9月クロスホーはいじゃあ4月すごいね太よかま 本、ムチ、ネズミ、もう月か、うんん。はい、あとね一枚ずつ出していきまーす。失礼しました。<laughs> はい、いいですね。四月期。 5月グローバーバ、はい、これねあの7月は白のソルトさんのカードが出ている8月ユリ9月木あ違う8月木ああ9月なるほどはい分かりましたはいこのカードの見方なんですけれども3枚1組ですこれが4月5月6月っていう感じで9月まで出してるんだけどうんとね 4月むちゃくちゃいいですねうんむちゃくちゃいいなんかね昇進とかねもうなんかすっごく嬉しいニュースとかそういうのが出てますうん出てる出てるうん、で出ていてあとは6月っていうのもこの白のソルトさんがなんかね守られてるとか安心できる 場所とか状況ってていう風な感じが出てるんですよねだからそういう意味ではね4月が一番いいそして6月かなって感じであとはね5月が出会い運があるみたいなんですけれどもうーんこれな出会い運があるこれは良さそうなんだけど案外お相手様に振り回されてしまうような恋愛だったりするかもしれない。 5月のねあこれは前半ですね前半にネットワークとかを通じてかもしれないアプリとかを通じてかもしれないけれども出会いがあるよと、うん、まず出てます出てますでねこのね789がねちょっとね不穏なカードが出ていて7月がこれねもうなんか恋愛のことで喧嘩して なんかねお相手様と喧嘩しちゃいそうとかそういうのが出てるんです。で、それはね、嫉妬からかな、嫉妬からの喧嘩とか口論の可能性がありそうなのかな。うん、それが強い気がするな。で、8月が、これね、白のソルトさんがすごくこう精神的に参ってしまいそうなんですよ。もしかすると、なんか家で。 なんかこうちょっとこうゆっくり療養とかする人もいるかもしれないあんまり焦ら,な焦,る焦らずに健康回復に努めてもいいのかなって気がするんこう案外のこう恋愛やっぱね恋愛体質なのかなって気がしました後ろのソルトさんがねで9月がまだね物事がこう大きく動くのではなく なんかこうなかなか動きにくくて辛いなーって思う出来事があるのかもしれないけどって感じでなんかこの後半の3ヶ月がね、うん、ちょっと気になるただ私が思うにここのねキーワードはね7月だと思うんですよこの7月に例えばお相手様と例えば喧嘩しないようにするとかね 嫉妬しないようにするっていうことを心がけることによって多分ね、ここの未来できっとね、変わっていきそうな気がするの。うん、キーワードはね、7月です。で、なんかね、もしかするといろいろ頑張りすぎたり、働きすぎたりっていうことで、心とか体に余裕がなくなっちゃうのかもしれない。白のソルトさんがね。だからできるだけね、いっぱい眠って、 いいっぱい食べてっていう感じで心も体もフラットにしてあげておくとここからの未来も変わっていく可能性は十二分にあると思うあと白のソルトさん自身がもしかしたらですよどうしてもこう恋愛中心になりがちな人かもしれない、まあ、それだけねもしかすると魅力的な人なのかもしれないんだけどなんかそこをなんかね仕事とか勉強とかっていうような感じで こうシフトしてあげると少し楽なになんかこう白のソルトさん自体がね楽になっていくんじゃないかなって気もする。ということでこれは、はい、白のソルトさんにとってこれからの半年でラッキーな星座の人を2星座見ていきたいと思います。さラッキーな星座の人は 何座の人でしょうかはい、じゃあ出ました、はい。見てみましょうね。さて、これがね、あまずはこれ、双子座です。双子座と、あとこれは、はい、えっ、ー、と、山羊座ですね。双子座さんと山羊座さん、山羊座さん <laughs> ね、同じ仲間ですね。 がねあの白と、白のソルトさんにとって、ラッキーパーソンだよって出てます。で、今回ね、これね、エンバワーメントって思ったのが、こう恋愛に対する力こう、恋愛へのパーセンテージをなんかこう、コントロールすることかなっていうアドバイスのように感じました。あのね、流れはね、すごくいいカードが出てるからね、ここの 特にねこの何回も言うんですけど4567月ここの流れを気をつければきっとそれからの流れもね良くなっていくんじゃないかなと思いました。はい、これがヤギ座の皆様です。よかったら参考にしてみてください。